はいどうも、今日も山形の観光地を紹介していきます。てんてんです。まず、どこを紹介するかっていうのは、この動画を見てください。ちょっと待って今日のゲスト、さんまさんということで、出川哲朗さんと明石家さんまさんが某番組で待ち合わせした場所の最上川千本団子さんに今回行ってきました。場所なんですが、山形県、こんな感じであるんですけど、結構北の方にありますね。山形市から見ると。場所的には大石田というところにあるんですが、主要道路の国道13号からちょっと離れたところに、こちら、最上川千本団子さんという非常に有名なお団子屋さんがあります。今回こちら行ってきましたので、まずは車載動画でどんな場所にあるのかなっていうのを確認しつつ、千本団子さんの紹介をしていければなと思いますので、早速、車載動画の方へ移っていきたいと思います。どうぞ。はい、それでは千本団子さんに到着ということで、私が千本団子さんですね、行ったきっかけなんですが、一番は周りのフォロワーさんからですね、ここ有名なんで一回行ってみーって言われてたんで、ちょっと気になってたんで、行った感じなんですが、その前にね、めっちゃ混むから覚悟しときなーっていうことを相当脅されてたんですが、私、混むの大嫌いなんで、あまり並ぶところとか行きたくないんで、これ朝一行けばワンチャン空いてんじゃねえということで、朝早く8時ぐらいだったかな、この時8時ぐらいに到着するように行ったら、ご覧の通りこんなガラガラでした。で、最初入った時に感じたのは、ちょっと駐車場が小さいかなっていうのを感じましたね。スペース的には駐車場の台数は結構あるんですけど、混んでる時行ったことないんでわかんないんですけど、道路のスペース狭いんじゃねっていうのがちょっとあったんで、行かれる方は混んでる時はくれぐれも安全運転で駐車場の中入ってもらえたらいいかと思います。で、実際ですね、私が行った時に買ったお団子なんですが、醤油とあとあんこですね、こちらの団子持ち帰りで120円、お召し上がりは123円と微妙に値段が違うんですけどね。ということで、醤油とあんこをいただきました。めっちゃうまかったですね。その場で食えばよかったんですけど、その時お腹そこまで空いてなかったんで、その後、宿泊施設に行く予定があったんで、宿泊施設で食べさせていただきました。で、こちらの千本団子さんですね、特徴なんですが、添加物一切使ってないということで、その日に食えっていうことで、その日に食わないとカチカチになってしまうということがあるので、買ったら皆さんはそこを食べましょうということで。まあでも少しね、半日ぐらいは空けたんですけど、そこまでカチカチにはなってなかったんで、非常に美味しくいただくことができました。なんだろうな、ちょっと柔らかめの団子なのかな。個人的にはカチカチの団子も大好きなんで、カチカチでも良かったんですけど、わりかしお団子の中では柔らかめなのかなと思います。他にも味としてはずんだとかごまとか、あとナッツ、くるみだったかな。あとはね、だだちゃ豆。これ土日限定みたいですね。っていうのもあるみたいなので、ぜひとも行かれる方は買ってみていただけたらなと思います。他にもなかなかサイドメニューとかがあるみたいで、なんか豆腐売ってたんですよね、行った時。お豆腐も売ってて、お豆腐も結構前面に押し出してたんで、買ってはいないんですけど、美味しいんじゃなかろうかということで、お豆腐もどうでしょうということで。夏はかき氷やってるっぽいですね。夏はかき氷もやっているので、かき氷食いつつ、お団子も食うっていう贅沢なこともできるので、ぜひとも、こちらも夏行ってみてはどうでしょうか。私は秋行ったので、かき氷はやっておりませんでした。ちなみに千本団子さん、通販はやってないみたいなので、どうしても食べたいという方は、直接行かれるといいと思います。まあそうですよね。添加物使ってないんで、通販で送っても届いたらカチカチですみたいな感じになっちゃうと思いますんで、そこら辺はご注意ください。で、千本団子さん、基本的には定休日ないっぽいっす。おお、社畜。これみたいだな。営業時間が8時半から5時半ぐらいみたいですね、基本的には。ただなんかツイッター結構更新してるみたいなんで、そこで緊急の定休日だったりとかそこら辺で流してるみたいなので、行く前はツイッターチェックしてみるといいと思います。あとはですね、トイレもちゃんと完備しているようなので問題はないっていうのと、あと蔵を改装したみたいな感じで結構趣のある建物だったなーっていうのは感じました。中には入ってね、食べてはないので中の写真はないんですけど、ぜひ、今回の動画ご参考にしていただいて、行ってみたいなっていう方が少しでもいらっしゃいましたら、ぜひとも大石田の最上川千本団子さん、行ってみてはいかがでしょうかということでした。やっとホテルで落ち着きましたんで、千本団子いただきます。あんこと醤油を今回かけました。まあ、食えるのがこの2つぐらいしかなかったんですよね、自分が。というわけでいただきます。大丈夫だ、問題ない。以上で今回の山形の観光地じゃねえな、グルメ紹介になります。以上、山形の観光地を盛り上げたい系 YouTuber てんてんでした。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。少しでもいいなと思ったら、高評価、まあ低評価でもいいですけど、押していただいて、チャンネル登録いただけるとモチベーションアップしますので、ぜひともよろしくお願いします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。バイバイ。